皆さんこんにちは。動画をご覧いただきありがとうございます。赤ちゃんが7、8ヶ月頃になってくると、今までペースト状だったものが急に固形のものになって不安になる方もいると思います。ぜひこの動画を参考にされてください。生後7、8ヶ月頃の目標、特徴と離乳食の与え方のポイントです。生後7、8ヶ月の目標は、舌と上顎を使ってもぐもぐごっくんできるようになることです。そのためには、いろんな味や舌触りを楽しませてあげましょう。この時期の特徴についてです。この時期は2回食を定着させ、食事のリズムをつけていきます。歯の生え方には個人差がありますが、舌の前歯が生え始めて、舌の動きが前後だけでなく上下にも動くようになります。消化機能はまだまだ未熟です。栄養はまだ母乳やミルクに頼る頃で、離乳食を食べないお子さんもいると思いますが、心配しなくても食べる練習ができていれば大丈夫です。次に離乳食の与え方とポイントです。舌の動きの発達が促せるように、舌で潰せる硬さで作ります。豆腐くらいの硬さであれば大丈夫です。スプーンを下唇に乗せて、赤ちゃんの意思で上唇が閉じるのを待ちます。いろんな食材を経験させることで、それぞれの味や舌触りを楽しませてあげましょう。離乳食の後は母乳やミルクを欲しがるだけ与えてください。味付けが少しずつできるようになります。まずはだし汁から始めて、醤油だったら1、2滴、味噌なら米粒1粒ぐらいの和風のごく薄味で味付けしてください。だしは市販のだしパックを利用しても良いです。ただし顆粒だしは味が濃く塩分量が多いので、生後9ヶ月頃まではなるべく使用を控えてください。白身の魚だけでなく、赤身の魚も取り入れましょう。ツナ缶も使えます。ツナ缶を使うときは、油を使っていない水煮を選び、ツナにお湯を回しかけて塩抜きをしてください。他にもタンパク源として、ささみ、乳製品では無糖ヨーグルトやチーズも食べられるようになります。卵に少しずつチャレンジできます。卵を与えるときは、卵黄から全卵へと少しずつ進めてください。卵は白身にアレルギー成分が多く含まれているので、アレルギー成分の少ない卵黄からチャレンジしましょう。卵を使うときは、ゆで卵を作り、卵黄だけを取ってすりつぶしてもらえれば大丈夫です。進め方は、まず卵黄を耳かき1杯の量から始めてみて、赤ちゃんに何もなければ少しずつ量を増やしていってください。そして卵黄を1個分食べられるようになったら、卵黄と卵白を混ぜた全卵を加熱して与えてください。おかゆと混ぜておじやのようにすると食べやすくなります。お子さんの様子に合わせて進めていってください。1食あたりの目安量です。あくまでも目安なので、神経質になりすぎなくても大丈夫です。またあまり食べないというお子さんや、これでは全然足りないというお子さんもいると思いますが、お子さんのペースに合わせていただいて構いません。まず主食で食べられるものです。お米は5倍がゆ 50g から 80g、 食パンは6枚切り4分の1枚から3分の1枚、うどん、そうめんは 10g から 15g、 スパゲッティ、マカロニは 10g が目安量になります。次に野菜、果物で食べられるものです。緑黄色野菜で食べられるものは、
人参、かぼちゃ、トマトなどで 20g から 30g。 単色野菜は白菜、キャベツ、玉ねぎなどで 20g から 30g が目安量になります。果物で食べられるものはバナナやリンゴなどで 20g から 30g が目安量になります。離乳食をしっかりと食べるお子さんはあまり気にしなくても良いのですが、小食のお子さんへの果物の与え方には注意が必要です。甘くて美味しい果物ばかり欲しがって他のものを食べなくなることがあるためです。最近の果物はとても甘いので、無糖のプレーンヨーグルトやすりおろした大根と混ぜて一緒に与えてもらうといいと思います。次にタンパク質で食べられるものです。豆腐は 30g から 40g です。グラムだと分かりにくいかもしれませんが、1丁が 400g だとしたらだいたい10等分したくらいの量が目安です。納豆だと3分の1パック、白身魚だと 10g から 15g、 赤身魚だと 10g です。魚はだいたい刺身一切れぐらいの量が目安と思ってください。鶏ささみは 10g から 15g。 乳製品、これはヨーグルトの量なのですが 50g から 70g が目安量です。ヨーグルトは無糖のものを使いましょう。卵は卵黄1個から全卵3分の1個が目安量になります。タンパク質はこの表のうちのどれか1つを選んで使ってください。2つ使うときは大体でいいので半分ずつの量にしてもらえると良いと思います。離乳食に関しての Q&A です。食事の間隔やミルクの量はというご質問ですが、2回食になったら1回目と2回目の間隔は 3、4時間程度空けましょう。これは食べたものがしっかりと消化できる時間を与えるためです。授乳は離乳食の後は赤ちゃんが欲しがるだけ与え、それ以外は1日に3回程度が目安になってきます。しかしこれはあくまでも目安なので気にしすぎなくても大丈夫です。お粥をあまり食べず、おかずを混ぜればよく食べるのですが、お粥とおかずは別々に分けて与えた方が良いのというご質問ですが、白いお粥を好まない赤ちゃんは多いです。お粥とおかずを別々に与えた方が見た目でも楽しめるようになります。たまに変化をつけるためにおじやを取り入れるのはとてもいいと思います。ただいつもおじやになってしまうと味の違いが分かりにくいと思うので、できれば画面左下の絵のように主食、主菜、副菜の3品あるといいです。ただ人によっては毎日3品作るのは手間がかかるし大変と感じる方もいると思います。そのような場合は主食に加えて主菜と副菜を混ぜたものの2品あるといいかと思います。そしてお母さんは離乳食を赤ちゃんに与えるときには、今日は人参さんだよ、おいしいね、などたくさん声かけをして楽しい雰囲気にしてあげてください。だし汁はまとめて作って保存しても良いのというご質問ですが、良いです。ただし必ず冷蔵庫や冷凍庫で保管してください。冷蔵で保存する場合は2、3日で使い切るようにしてください。冷凍で保存する場合は1週間から10日で使い切るようにしてください。画面上に丁寧な出汁の取り方を載せていますが、市販の出汁パックを利用していただいて構いません。取った出汁汁に醤油を1滴ほど垂らして使うといいと思います。ただし顆粒出汁は味が濃くなり
塩分濃度も高いので、なるべく生後9ヶ月頃までは控えましょう。離乳食のレシピについては別府市のホームページやクックパッドの別府市公式アカウントに載せていますので、よければ参考にしてください。